はい、元気ですか。モコフィットネスです。で、今日は試験がありまして、場所はですね、青山学院大学ですね。今日はトレーニングができないので、もうせっかくなんで、じゃーん、もうチートデイにしちゃいます。はい、もうどうせトレーニングできないし、1ヶ月間ずっと試験勉強とトレーニングを休まずやってきたので、今日はもう思い切って休息日、&チートデイにしたいと思います。で、これからあともう2時間ぐらい、経ったら試験です。いつもトレーニングのレースと同じく、全力で頑張ってきます。それじゃあ今日1日お楽しみに。今日は快晴です。今試験が終わって、これから帰るんですが、せっかく今日東京に来たので、これから、自転車のショップに行って、ちょっと欲しいものがあるので、これからそれを買いに行きます。で、コメント欄の質問に、カーボンホイールはいいでしょうかっていうご質問があったんですが、軽くてやっぱりいいです。丈夫ですしね。だけど練習用としては、僕はアルミをおすすめしてます。やっぱりちょっと手荒く使えるし、やっぱアルミの方がちょっと安心感ありますね。で、レースは前にも言ったんですが、チューブラーの、カーボンホイールを使ってます。劣化についての質問も書いてあったんですが、僕レースが年間通して12ぐらい出るのかな、年間12回ぐらい出て、その12回しかそのカーボンホイールを使用していないので、で、今のところそれを3年使ってるんですが、今のところ何の遜色もなく使えてます。はい、なのでちょっと、どこまで持つかはちょっとお答えできないんですが、その程度使っても大丈夫です。そんな感じで、これからショップに向かいます。それじゃあ試験も終わったし、これからチートス。はい、今、試験会場から足を運んで、チートの食堂に行く前に、ここです、東京ホイールさんにやってきました。で、もう買うのは決まってるんですけどね。それじゃあ行きましょう。はい、で、今、ご覧になった通りに、ここ、自転車屋さんでは、のショップでは珍しく、僕の大好きなポックのアパレル商品が売ってます。で、今、このサイクルキャップ、今日はこれを、試験の終わりにご褒美として買おうと思ってたので、ゆっくり選んでこれから買います。すっげー楽しみです。で、Q&A の一つなんですが、来年の春先までに、何倍まで、体重の何倍まで踏めるように なる目標がありますかっていうも、あったコメントがあったんですが、僕は特にいついつまでにとか決めてません。で、っていうのも、正直今までのここ数年の伸び方を見ると、正直
まあ、FTP テストご覧になった方もいると思うんですが、20分の FTP テストで正直5ワット上げるのも本当半年以上かかります。つか半年で5ワットも上がったらかなり嬉しいです。それだけ少しずつしか、上がっていかないので、正直春までに何も別結果がまだ出ないと思います。トレーニングを怠るとかではなくて、毎日毎日密度のある集中してトレーニングを行うんですが、僕のこの38歳の年で春先にまでにどうのこうのなるとは思いにくいんですよね、今までのこのペースから見ると。だからというよりも、だから僕の場合は40歳までだいの残り 2,3 年までに、まあ、FTP の方あと 20W ぐらい上げられればいいのかなとは思っています。はい、それじゃあ、サイクルキャップ、見て楽しみたいと思います。やっぱ1ヶ月に1回これを挟まないと、ストレス溜まりますね。で今日はまずで、ね、最近この間も言ったんですけど、チート 2日入れちゃうんですよね。だ今日も明日も多分食べると思います。で今日はこれですね。はい、で最近ツールド沖縄あったじゃないですか。あるカテゴリーの優勝者の方なんですが、まあ、1位取った方なんですが、その人のそのツールド沖縄に向けての練習量、あと自転車歴が載っていて、見させてもらったんですが、結局僕の自転車歴とでここ半年ぐらいのそのトレーニング量に関しては、トレーニング量に関しては僕のが走り込んでるぐらいだったんですね。で自転車歴も変わらないなのに、でその人と一回実は走ったことにもあります。あ、その方は知らないと思うんですが、レースでご一緒にしてもらってぶっちぎりで勝ってました。で僕はその時18位とか、もう情けない記録でした。ものすごいそれを見てやっぱり才能ないなって思いましたね。練習量は僕のが若干多い、で自転車歴も変わらない。まあその方がその前に、で僕より年上なんですね。でその方がその自転車競技を始める前に何をやってたかは知らないんですが、まあでもそれなこと言ったら負け惜しみになっちゃうじゃないですか。で結局それを見た瞬間、なんかすげえ才能ないなって思って、ちょっと最近試験勉強しながらもちょっと軽く落ち込んでました。で何が言いたいかっていうのは、そんな僕のこのブログ動画、トレーニング動画を見て、やっぱり応援してるくれてる人がに対して、いやなんかしょぼいなって思ってるんですよ。やっぱり信頼性がないじゃないですか。結局僕よりも上の方の方が信頼性は高いし、なのに僕のこの才能ない僕のこのブログ動画で、まあ、ちょっとでも喜んでもらって本当に嬉しいです。はい、はい、まあちょっとね、ご飯チート中にそんな重い話はやめて、これからがっつり食べます。
これ締めです。もう完全に一人で食うって思ってなくて、鶏皿持ってきますとか言ってるんですが、甘いです。一人で食います、もちろん。でもう、まあ、この話は本当か嘘かわからないんですが、それを信じて食べます。もう摂取カロリーの限界を突破したら、吸収しないっていう話があります。だからもう食うときはもう宅外して食った方がいいっていつも自分は思ってるんで、今日はもうこれまでいっちゃいます。うん、まっ。あ、これなら大丈夫ですよ。大丈夫。はい、すいません。はい、ごちそうさまでした。今食事を終えて、これから帰ります。で、今日はただのブログ動画になってしまったんですが、まあ、ちょっと自転車さんのショップとか映せて、ちょっとは自転車動画っぽくなったのかな。で、Q&A 最後なんですが、もこさんは、実業団とかの興味はないんですかっていう質問があったんですが、まあ、その方にもコメントをその時点でちゃんと返したんですが、よくよく考えたら明確な、理由がありました。いつもの、ショップのチーム、あのオレンジと緑のジャージありますよね。ちょっとかっこつけたようなまたコメントになってしまうんですが、これは本当です。あのジャージを絶対いつか1位の表彰台に着て乗りたいんです。それを確か何年前かに決めたんで、やっぱ決めたことにはやっぱり成し遂げたいじゃないですか。まあ、実業団に興味がないってわけじゃないんですが、お誘いがあれば、まあいいかなとは思うんですが、一応大まかなそのイメージとしては、あのジャージで表彰台に上がりたい、あのジャージを表彰台に持っていきたいっていう、理由があって始めたのもあったので、興味がないってわけじゃなくて、その目標がとりあえずあったので、今そっちの方に頭はシフトしています。まあそれもいつかどうなるかは全然わからないんですが、そんな感じです。はい、で今日はまあ1週間ぶりの、動画になったんですが、まあちょっとは自転車っぽい動画になったのかな。はい、まあ、そんな感じで今日は終わりたいと思います。それじゃあ次回からまたバン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 動画をアップしていきますんで、皆さんよろしくお願いします。それとチャンネル登録と、いいねお願いします。それじゃあまた。